皆さん、こんにちは。今日は大相撲界に衝撃が走る大きなニュースについてお伝えします。元大関の貴景勝がわずか28歳1ヶ月という若さで現役引退を決断しました。この引退は平成以降の横綱、大関経験者の中で最年少となります。貴景勝の引退について詳しい経緯をお話しします。9月20日、貴景勝の師匠である常盤山親方が貴景勝の引退を正式に発表しました。常盤山親方によると、貴景勝本人から引退の申し入れがあったのは9月19日の夜だったそうです。貴景勝は兵庫県芦屋市の出身で、埼玉栄高校から2014年に貴乃花部屋に入門しました。その後2018年10月に千賀ノ浦部屋に転籍しています。貴景勝の相撲人生を振り返ってみましょう。2014年秋場所で初土俵を踏んだ貴景勝は、わずか2年後の2016年夏場所で新十両に昇進、そして翌年の2017年初場所で新入幕を果たしました。その後も順調に昇進を重ね、2018年九州場所で初優勝を飾ります。そして2019年夏場所でついに大関に昇進しました。貴景勝の相撲スタイルは強烈な突き押しが特徴でした。この武器を生かして幕内で46場所を務め、4回の優勝を果たしています。また殊勲賞を3回、敢闘賞を2回、技能賞を2回受賞し、金星も3個獲得するなど輝かしい成績を残しました。しかし貴景勝の相撲人生は決して平坦なものではありませんでした。特に近年は慢性的な首の痛みに悩まされ続けていました。今年の成績を見ても5場所で勝ち越しは1度のみ、そして4度も休場を余儀なくされるなど苦境が続いていました。今場所の秋場所では大関復帰をかけて臨みましたが、初日から万全の状態ではありませんでした。結局3日目から休場することになり、1場所での大関復帰条件だった10勝以上の獲得は叶いませんでした。貴景勝の引退決断までの経緯をもう少し詳しく見ていきましょう。秋場所3日目に休場した際、貴景勝の診断は頸椎椎間板ヘルニアで3週間程度の安静加療を要する見込みというものでした。この時点で大関復帰の可能性は消滅していました。休場後、貴景勝の進退について注目が集まる中、常盤山親方は17日の取材に対して、話はしているが進展はないですよと述べています。さらに、普段の生活に問題はないけど相撲が取れないとね、当たるのがと貴景勝の状況を説明しました。この時点では常盤山親方は本人の気持ちを一番尊重したい、今のところは続行するような形だとは思っていると語っていました。しかしその後の19日の取材では、何もないと進展がないことを明かしつつも、どちらにしろ場所中には決めたい、近いうちに結論が出ると思うと話していました。そしてついに20日朝、常盤山親方が貴景勝の引退届を提出したのです。親方は、よくやりましたよ、詳しいことはまたお話ししますと語り、貴景勝の功績をねぎらいました。貴景勝の引退は相撲界にとって大きな損失です。28歳1ヶ月という若さでの引退は平成以降の横綱、大関経験者の中で最年少となります。貴景勝は優勝4回を誇る実力者でしたが、首や膝など相次ぐ怪我に悩まされ、横綱昇進は果たせませんでした。貴景勝の引退決断には慢性的な首の痛みが大きく影響しています。相撲取りにとって体の健康は何よりも大切です。貴景勝も普段の生活に問題はないけど相撲が取れないという状況に直面し、苦渋の決断をしたのでしょう。常盤山親方は貴景勝の引退について、よくやったと思うとコメントしています。これは貴景勝が若くして大関まで昇進し、4度の優勝を果たすなど素晴らしい功績を残したことへの評価だと言えるでしょう。貴景勝の今後については、年寄襲名の手続きを進めるとのことです。具体的には年寄り湊川を襲名する予定だと報じられています。相撲界での新たな役割を担うことになりそうです。ここで貴景勝の相撲人生をもう少し詳しく振り返ってみましょう。貴景勝は2014年に初土俵を踏んでから
わずか5年で大関に昇進するという快進撃を見せました。これは非常に稀有な例と言えるでしょう。貴景勝の相撲スタイルは、その体格を生かした強烈な突き押しが特徴でした。186センチ、190キロという恵まれた体格を武器に、相手を一気に押し出す相撲は迫力満点でした。この相撲スタイルで、貴景勝は多くのファンを魅了してきました。貴景勝の活躍は、相撲界に新しい風を吹き込みました。若くして大関に昇進し、4度の優勝を果たしたことで、相撲界に新たなスターが誕生したと言っても過言ではありません。特に2018年九州場所での初優勝は、相撲ファンに大きな衝撃を与えました。しかし、貴景勝の相撲人生は決して順風満帆ではありませんでした。大関昇進後も怪我に悩まされ続けました。特に首の痛みは深刻で、相撲を取ることが困難な状況が続いていました。貴景勝はこの苦境の中でも懸命に相撲を取り続けてきました。しかし、今年に入ってからの成績を見ると、その苦しさが如実に現れています。5場所で勝ち越しは1度のみ、そして4度も休場を余儀なくされるという厳しい状況でした。この状況について、常盤山親方は、普段の生活に問題はないけど、相撲が取れないとね、当たるのが、と説明しています。相撲取りにとって、相手と当たることができないというのは致命的です。貴景勝はこの現実と向き合い、最終的に引退を決断したのでしょう。貴景勝の引退は相撲界にとって大きな損失です。しかし同時に、28歳という若さでの引退は、貴景勝自身の人生にとっては新たな出発点とも言えるでしょう。相撲界での経験を生かし、今後どのような道を歩んでいくのか注目されます。貴景勝の引退に対する相撲界の反応も気になるところです。多くの力士や親方たちが貴景勝の功績を称え、その引退を惜しむ声を上げているでしょう。特に同世代の力士たちにとっては、良きライバルの引退は大きな衝撃だったに違いありません。また貴景勝の引退は、相撲界の世代交代を象徴する出来事とも言えるかもしれません。貴景勝が大関として活躍していた時期は、横綱白鵬や鶴竜が現役だった時代と重なります。そして今、新たな若手力士たちが台頭してきている中での引退となりました。貴景勝の引退は、相撲界に様々な課題を投げかけています。例えば、力士の怪我の予防や治療についての取り組みをより強化する必要性が指摘されるかもしれません。また、若くして引退する力士たちのセカンドキャリアについても、議論が活発になる可能性があります。貴景勝本人の心境も気になるところです。28歳という若さでの引退決断は、決して容易なものではなかったはずです。しかし、常盤山親方がよくやったと評価しているように、貴景勝は自身の限界を冷静に見極め、次のステージに進む決断をしたのでしょう。貴景勝の引退会見は21日に行われる予定です。この会見で、貴景勝本人の口から引退の理由や今後の展望について語られることでしょう。多くのファンが貴景勝の言葉に注目することになりそうです。貴景勝の引退は、相撲ファンにとっても大きな衝撃です。強烈な突き押しで人気を集めた貴景勝の相撲を、もう土俵で見ることができなくなるのは寂しいことです。しかし、貴景勝が残した功績は、相撲界に大きな影響を与え続けるでしょう。最後に、貴景勝の相撲人生を振り返ってみましょう。2014年の初土俵から、わずか5年で大関に昇進するという快進撃。4度の優勝、3回の殊勲賞、2回の敢闘賞と技能賞、そして3個の金星。これらの輝かしい成績は、貴景勝の相撲に対する情熱と努力の結晶です。貴景勝の引退は、相撲界にとって一つの時代の終わりを告げるものかもしれません。しかし同時に、新たな時代の幕開けでもあります。貴景勝が築いた功績を礎に、次世代の力士たちが相撲界をさらに盛り上げていくことでしょう。視聴者の皆さん、貴景勝の引退についてどのように感じられましたか？28歳という若さでの引退は残念ですが、貴景勝が相撲界に残した影響は計り知れません。今後の貴景勝の活動にも注目していきたいと思います。いかがでしたでしょうか？今回は元大関貴景勝の現役引退に関するニュースをお伝えしました。突然の引退発表に
驚いた相撲ファンの方も多かったはずです。貴景勝はまだ28歳という若さです。今後の人生に幸多きことを願っています。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。